まったくどうなってる。この頭の痛みは何なんだ。二日酔いか。こっちだ、戦士よ。あ、よう、どうも。すまんな、ちょっと痛みがあって。俺の頭に何かないか。失神か傷か、どうしても治らないんだ。見たところ戦で受けた傷がな。ああ、思った通りだ。この間の戦いの時だな。仲間も一人やられてね。あいつはもっとひどかった。これよりひどいか。まあありえなくはない。首なしってことなら。あの戦いから腕の感覚がない。手当てした方がいいか。それぐらい深い傷か。戦士を頭に斧が刺さってる。ひどい有様だ。抜けるだろうが、そうすれば次の世界に行くことになる。ああ、バルハラだな。正直に教えてくれて助かる。では戦死者の館の眺めと音を楽しむ準備をするとしよう。その痛みを取り去り、ビフレストへと旅立たせてやろう。そうだな。そうだ、そういえば近くにいい飲み屋がある。そこに行って最高の手柄について語り明かそう。この世は卑怯なバカどもで溢れてるだろう。綺麗さっぱり忘れたいなら夜通し酒盛りするのが一番だ。違うか。話好きで酒の入った詩人、それと戦士がいればいい。そうだな、泥と唾から生まれた英雄の話をしてやるよ。あれはひどい戦いの日だった。俺は城壁の内側にいた。妻も中に入ってきた。全裸でな。そして歌い始めたんだ。ああ、俺たちはとても若くて頭も悪知恵も回ったんだ。お前の敵は全て倒れた。さあ祝うがいい。